どうも、ゆずです。久しぶりのこのヘアバンド撮影でね、もうめちゃくちゃ今ね、寝起きで、もう今ね、何撮ろうかなーっていうふうに今日はね、すごく考えてて、もうそろそろ、もうネタももうくなってきたし、まあ、まだ一応あるんですけどね。まあ、今後こう数年やるっていうのを見据えたときに、ちょっとね、ネタ切れ不足だったりもするんですけど、まあ、今回は、まあ、タイトルにもある通り、えー、今僕が普段こうお世話になってる、まあ情報系の YouTuber って、まあ皆さん、 ま、見ると思うんですけど、こう、今ね、こう、世間の情報が、あのー、どうなってるんだろうっていう情報だったり、まあ、その自分が好きなコンテンツの最新情報、まあ、アニメとかだったりのまあ、最新情報だったりっていうのは、まあ、結構 YouTuber さんがね、まとめてる方が多いかなっていうふうに思うんで、まあ、今回はいつもね、僕がお世話になってる YouTuber さんをね、情報系の、あの、チャンネルをちょっとね、お伝えできたらいいかなと思っております。 まあね、早速、じゃあ、あの、行っていきましょう。まあ、いろんなね、部門ごとでは、まあ、あるんですけど、全部違うジャンルの、あの、ちょっと情報の紹介系のチャンネルをちょっとお伝えしていこうかなと思っております。じゃあね、それでは早速やっていきましょう。まあ、まず最初、大手さんです。大手チャンネルさんですね。まあ、このチャンネル、何のチャンネルかって言ったら、まあ、ね、ゲーム好きな人はね、もう知ってるんじゃないかなって思いますが、あの、ゲームをチャンネル、あの、紹介してるチャンネルなんですね。 で、まあ、その、まあ僕が、やっぱ大手さん見てる理由として、やっぱりそのゲームが好きっていう、こう熱量がやっぱりね、いいなと思って、まあこう定期的にやってるゲームの雑談配信だったりとかも、まあ面白くて見てますし、あのー、まあ、やっぱりそのゲーム一つ一つに対しての、この、なんだろう、こう熱量。で、そして、いいところはいい、悪いところは悪いっていうふうに、あのー、はっきり言ってくれるところっていうのもすごく良くて、 正直ね、あの、YouTube やってると、あの、叩かれることって、まあ、僕も含めて結構あるんですよね。で、叩かれる要因って、やっぱり、その、なんだろう、否定的なことっていうのを言うと、結構叩かれることっていうのは多いんですね。なんで、できればやっぱりね、人間なんて叩かれたくもないですし、まあ、否定的なことを、ま、言わなきゃ叩かれないっていうことは分かってるんだったら、否定的なことを言わなきゃいいよねっていう話なんですけど、でも、レビューアーとして、 正直に、ここのゲームは、ここが悪かったって言ってくれるんですよ。でも、それを言うことによって、そのゲームが好きな人は、やっぱり、いや、ね、ちょっとこの言い方、嫌だなっていうふうに、まあ、制作人の方もね、まあ、やっぱ多少はさ、こう一生懸命作ってるわけだから、思うわけじゃないですか。でも、そこを、やっぱりいいものは、本当に素晴らしい作品、悪いものは、こういう、ここは良かったけど、ここは悪かったっていうふうに正直に言ってくれるんで、やっぱ僕もね、ゲーム好きとして、あの、すごく参考になるんですよね。 もう全部が全部、いや、いい、ここもね、良くて、ここも良くてって言ってくれる、あのー、まあ、YouTuber さんもね、情報系のそのゲーム系の YouTuber さんもいるんですけど、やっぱりここは、こうあってほしかったっていうのをね、はっきり言ってくれるのと、やっぱり熱量だったり、あとやっぱ動画の更新頻度とかも結構こう高めにやってくれてますし、すぐそのゲームの、なんだろう、こう、4月のね、のゲームはこれが発売されますっていうのもしっかりとこう、動画にわかりやすくね、まとめて、 くれていたりするので、僕はね、非常に助かっております。いつもね、お世話になっております。ありがとうございます。はい。って感じで、まあ、一人目は大弟子さんでした。はい。もうどんどん行きましょう。はい。次なんですけど、桜シンさん。はい。これはね、結構、これはねって言っちゃったんですけど、この方は、ま、結構、うん、有名な方かなっていう風に僕は思ってます。チャンネル登録者数も50万人くらい、多分おそらくね、いたと思います。 で、まあ、知ってる方も多いと思いますが、この方はどういう配信かって言ったら、あのー、まあ、その、なんでだ、ま、基本的にはネットミームネットの、こう、X とかでバズってる投稿とかをわ、まあ、かりやすくまとめてくださるって方なんだけど、やっぱり X でさ、こうずっとまとめてくれる人って、まあ、まずあんまりいないですし、 がといって、こうずっと X をこう周回してても、こうなんかこうネットミームとかね、僕結構好きなんですけど、やっぱり流行りに遅れちゃったりとかね、どうしてもするんですよね。そういう時に桜シンさんが分かりやすく今こういうのが流行ってますよっていうので、最近だとなんだ最近だとごめんちょっと分かんないけど、あれかなんかハッピーセットのなんか、なんかがバズってましたね。あのカービィかカービィのなんかそのフォルムが違うみたいな。 感じのやつを多分今ネットミームで結構バズってたと思うんですけど、それとかを僕ね全然知らなかったんですけど、桜しんさんがわかりやすくこうまとめてくださるので、それで結構お世話になってるっていう感じですね。なので、そういうネットミームとか好きだけど、なかなかこう終えないよっていう人は、桜しんさんのね、配信非常にね、あの、役に、あの、足すかなっていうふうに思うんで、ぜひね、見てみてください。はい、次。次は、歌えるさんですね。ここらはね、ちょっと と、らマシンさんと似ちゃうかなっていうふうに思うんですけど、歌えるさんは、ま、基本的に人、あの、人物の、その、ま、文集だったり、なんだろう、この、人物が何かこう炎上したりとか、何かいいことがあったりとか、まあ、とにかくその、ま、基本的には YouTuber が何かをこう、大きな事件ってやっぱあるじゃないですか。まあ、何とは言わないですけど、こう何かこう YouTube がこうガラッと動くような事件とかあった時に、わかりやすく、 まとめてくださってる方で、これを何が面白いかって、あの、歌にしてくれるんですよね。わかりやすく、まあ、これはね、もう聞いてほしいんですけど、あのー、わかりやすく、まあ、動揺だったり、なんかこう、リズムに乗せて、あの、歌い歌をやってくださるんですよ。なので、普通に、いやね、ねちょん、こういうこういうことがあって、YouTube ではこういうことが流行ってて、って言って、僕みたいにこうやってね、だら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 話してるんじゃなくて、わかりやすく曲に乗せて、こう、流行ってることをやってくれるので、そこが、 めちゃくちゃね、わかりやすいし、僕は初めてね、歌えるさん見た時から、あ、もうすぐもうチャンネル登録しちゃったんですよね。それぐらい、あの、わかりやすくまとめてくださってますし、あのー、ま、ほんにその方へのリスペクトが程よく伝わって、僕はね、あのー、すごく、あの、楽しましていただいてますし、さっきの大弟子さんじゃないですけど、こういうなんだろう、スキャンダルを扱うのって、まあ、なかなかこう、炎上とかのリスクもありますし、難しいと思うんですけど、そこをこう、うまく、 こう敵を作らずに歌えるさんをやってるっていうのは結構すごいなっていうのも思ってますはいという感じで歌えるさんねぜひ見てみてくださいはい次次は、えー、ホロライブ速報さんですねこれ前もお話ししたと思うんですけど僕ね VTuber すごく好きでホロライブさんが中でも好きなんですねでまあホロライブさんの切り抜きって本当 本当にいっぱいあるんですよね。まずそのホロライブプロダクション自体が結構メンバーが多いっていうのもあって、本当に切り抜きが今たくさんあるんですよ。の中でもやっぱりあのホロライブ速報さんっていう YouTuber の切り抜きの方は、いや本当にね、まずわかりやすいっていうところと、あと、あのー、その面白シーンだったり、なんだろう、この面白シーン、なんかこういろんなシーンをまとめてくれるんですよね。 で、あと、こう、更新頻度もすごいですし、ほとんどの,の VTuber さんに対応してますし、結構、例えば、ウサラベコラさんだけの切り抜きとか、まあ、その、ね、ユキラミーさんだけの切り抜きとか、ホーマジシャンだけの切り抜きとか、その方だけの切り抜きで、そっち偏っちゃうっていうパターンって結構あると思うんですけど、本当にまんべんなく、み、皆さんの切り抜きをやってくれて、なおかつ僕が結構いつも見てるのは、あの、何月の爆笑シーン切り抜きっていうのがあって、その、 一月にあった面白かったシーンとか盛り上がったシーンっていうのを全部まとめてくれるっていう気抜きがあってそれがね本当に見やすくてやっぱホロライブとかも結構こうなんかこう事件があったりするんですけどでもこの事件って事件ってあのいい意味ですよあのいいこう何かこうトラブルとかがねあのあった時とかにも分かりやすくこうあっ こういうことがあったんだっていう、それこそこの間もお話ししましたけど、桜美子さんの、あの、五目ならが RDA とかみたいな、ああいうなんか、こう、結構ね、ニュースになるような、あの、結構 VTuber 界がざわつくようなことがあった時のようなニュースみたいなのを、その1月中にこういうことがありましたよ、2月中にこういうことがありましたよ、3月はこれがありましたっていうのを、めちゃくちゃわかりやすく、その月ごとにまとめてくれて、で、年末年始とかには、 まとめの総括の何月から何、何月までの面白かったシーンっていうのをまとめてくれるので、ね、もうね、ものすごくね、いつもお世話になってます。あの、本当にいつもありがとうございます。はい。っていう感じなので、あの、ぜひね、ホロライブ好きな人とかは、まあ、ほとんどね、知ってるとは思うんですけど、ぜひ見てみてください。はい、次。まあ、最後なんですけど、てるチャンネルさんです。はい、これは、えっ、ー、と、この方はですね、あのー、アニメ。 とか、ライトノベルとかを、ま、主にこう、発信してる方なんですけど、この方ももう結構前からね、ずっとお世話になってて、もちろん普段の配信も、あの、見させてもらってて、ま、すごくね、あの、参考にさせていただいてるんですけど、ま、一番参考にさせていただいてるのは、その月のアニメのキア表を作ってくれるんですよ。SS ランクから、あの、本当にその順番に A ランク、S ランク、A ランク、ね、B ランク、C ランクっていう感じで、 その月に、そのクールに面白かったアニメを全部ティア表で分けてくれるんですよね。それがめっちゃくちゃ分かりやすくて、あの、いや、そういうね、YouTuber 結構いるじゃんね。結構こうティア表作ってる人、ランキング作ってる人いるじゃんっていう風に、多分思うと思うんですけど、この中の僕はね、アニメ見てて、あーなんか、あ、この人、 なんか結構ラノベ原作のアニメが好きなのかなとか、ラノ、ライ、ラブコメが好きなのかなとか、結構偏っちゃってるイメージなんですよね。なんですけど、この方は、あの、日常だったり、そのラブコメだったり、まあ、その異世界転生門だったりっていうのを全部なんかこう、本当に、そのなんだろう、まんべんなく評価をしてくれるので、何かにこう偏るっていうことがない印象なんですよね。あと、まあ、好みが似てるのかちょっとわかんないんですけど、 大体、そのテルチャンネルさんが、このアニメは本当に面白いですっていうアニメって、僕が見ても、大体、あ、これ面白いわ、テル、テルちゃんさんありがとうございますっていう感じで、あの、大体ハマるんですよね。まあ、別に他の VTuber じゃない、YouTuber さんを下げるわけではないんですけど、やっぱりこのアニメめっちゃ面白いですって言っても、あ、なんかちょっと僕には刺さんなかったな、とかっていう場合って、まあ、誰しもあると思うんですけど、 うーん僕は、そのテルちゃんさんが、テ、テルちゃんさんってなんか言いづらいんですけどね。あの、そのテルチャンネルさんが、あのー、そういう風にあの、面白いって言って,て SS ランクもこれだけは絶対に見た方がいいみたいなアニメを見ると、あ、もうやっぱ面白いわっていう風になって、あのー、もちろん今だった早々のフリーレンとか、薬屋の一人言とかっても流行ってるから、まあ誰が見ても基本的には面白いと思うんですよね。マッシュルとかも流行ってますけど。でも、なんかマニアックで、 あんまり流行ってないけど面白いアニメとかってあるじゃないですか。そういうのを、あの、テルチャンネルさんが、あ、このアニメ盛り上がってないけど面白いですっていうので、上げてくれるんですよね。それをやっぱ見るとやっぱ面白いっていう場合が結構多いんで、まあ、他のやっぱ YouTuber のそういうアニメランキングつけてる方とは、 僕の感覚的に言うとやっぱ一線結構超えてるなっていう印象が僕はありますね。なのでもうね、あの僕もね、アニメレビューしてますけど、僕も結構紙アニメだけをレビューしてるのであんまり批判したくないんで、あのー、まあ、いいアニメだけをね、結構まとめてるんですけど、本当に、あの、で、そうだ、最後に言いたいんですけど、この方の、あのー、いいところは、そのアニメを絶対悪く言わないんですよね。やっぱアニメって、正直、 あの、もちろん名前出さないですけど、その、いや、このクールのこのアニメ、ちょっとやな、予算足りてなくて、ねえ、そうひどい出来だなっていう声優さんをこんな豪華な人使っておいて、ね、ちょっとひどいなっていう場合って、まあ、多少あると思うんですよね。そういうのって、まあ、マイクールに2作品ぐらいある印象なんですけど、そういうアニメとかでも、やっぱね、僕みたいに <laughs>、そういうなんか結構叩く人、まあ僕別叩いてはないんですけど、叩く人も、 いると思うんですけどテレチャンネるさんはその叩かないでなんだろうちゃんとそのいいところその作品の中でもここはいいなっていう部分をちゃんと出してくれるんですよ。ねいやこういうことこういうことはよかったけどここはダメでしたとかじゃなくて、まあ、こうしてもらえれば嬉しかったとかやさあの言い方がねすごく優しくててるチャンネルさんの人柄がねすごく伝わるなっていうふうに思ってるところも、あのー、僕のいつもね お世話になってる、あの、ポイントかなと、勝手に思っております。はい。まあ、ということで、あのー、まあ、5人の YouTuber の情報系のね、YouTuber さん、説明させていただいて、紹介させていただいたんですが、まあ、いかがでしたでしょうか。まあ、ね、あの、知ってるよっていう人も結構ね、あの、登録者伸びてる方なので、もういいかなっていうふうには思うんですけど、まあ、もしね、その、ちょっと気になったよとか、えー、その人見てないなっていう人がいたら、まあ、ね、その5人とも本当に、あの、それぞれ、あの、情報系の まあ、おそらく、こう、トップぐらいにね、君臨してる方だと思うので、ぜひね、見てみてください。はい、ということで、もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントもらえたら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。